お疲れれ様ですすあの同情するなら金をくれってね昔そんなコピーが流行ったことがありました私は見たことがないんですけども足立由美さんの出てきた「家なき子」っていうね、まあ、そんなドラマのワンシーンだったと思いますまさにね多くの人は災害が起きたり事故が起きたり悲惨な事故が起きたりした時にかわいそうとは言うんですよでもその後の行動は何もないんですよねかわいそうというふうな感情はあっても何も行動しないんですよ それは他人事だからなんですよね。多少の痛みは感じるけどもただそれで終わりなんですよね、はいまあ、そのぐらい自分の都合っていうものが人の痛みをわからないぐらい、えー、優先させるものなのかなと思います、まあ、だからこそ貴重なんですよ本当に人を応援しようとか励まそうとかして行動する人アクションを起こす人っていうのはねはいそれでですね何かビジネスをやった時に応援するよ頑張ってねっていう人はこれまた結構いるんですよ でも誰かがビジネスをするお店をオープンする会社をスタートするまあそういう時に友人や親戚縁者身内の人がね応援はするけどもじゃあその会社の商品買いますかって言ったらこれまたね応援するくせに買ってくれないんですよ、うん、どういうことなんでしょうねこれはね、うん、あの YouTube チャンネルをねスタートして何か目的を持って、えー、自分はこういう風になりたいんだっていうにね YouTube チャンネルなどをスタートします 頑張って応援するよとは言いますけどもせいぜいチャンネル登録するぐらいそのぐらいなんですよいや本当にね何か目的を持ってやるんだったら例えば俺は金持ちになるために YouTube で一発当てるんだっていう人がいるとするじゃないですかそしたらその YouTuber さんにお金をねやっぱり送ることによって応援を行動に移すってことができると思いますもちろんただお金を送るのが嫌だったらその人の商品を買ってあげるとかね まあでもそのユーチューバーさんが金持ちになるんだって言ってからね商品一個持ってなかったら金持ちになりようがないですよねだから何かを買って応援しようかなと思っても応援のしようがないんですよそして最後にね友達価格ってことをちょっとね紹介したいと思います友達価格お知り合いの方や身内の方が例えば飲食店をオープンしますねそこに招かれたんで行きます招かれてなくても応援する意味でやっぱり仲良しだからね行くわけですよ友達価格ってどう思います 友達だから負けてよねっていうふうになりますかね逆なんですよ。友達だったらそのお店が繁盛するように余計にドリンク一杯飲んであげるとかね。ボトルを入れてあげるとか。一番高い商品から買ってあげるとか。あとは差し入れにシュークリームでも持っていくとかね。まあ、そういうふうにするのが友達科学なのかなと思います。要するに応援する人に損害を与えないようにするわけですよ。友達だから負けてよねっていうのはね。 そのお店に損害を与えることになります。割引かせるわけですから。値引きロスが発生するわけですよ。それが応援する姿なのかなと私は思うんですよね。まあですんで、特に友達じゃなくても、お気に入りのお店や会社があった場合は、まあ私はね、必要なくても、余計に一つ商品買うとか、自分一人で利用するんじゃなくて、誰かね、友人、知人を誘っていくとか、あとはそこでサービスを受けた後に、その、 会社ののこととを自分のメディアを使ってて宣伝してあげるとかねえ何か本当に応援するような行動に移すように私はしておりますねえもちろんね私のところにさまざまな YouTuber さんやビジネスを成功させたいと言って求めてくる人がいます私には何の得がなくても誰かの得になるんだらいいかなと思ってまあ,あの恩着せがましいことながらねその人の支援をすることは多々ありますそれは力を持った人がうーん やるべきこととななのかなと思うんですよ私に何の力もなければね何もできないんですけどもそのあった力があるなら人を稼がせる力があるならその人を少しでも広く知らせる力があるなら自分の損得抜きに何かできることがあるんだったら行動で示すべきなのかなと思ってええー、微力ながらねやらせてもらってるところですねはいじゃあ今回は以上でございますね同情するなら金をくれほとんどの人は同情するだけなんですよね応援するよって言ってね 言葉だけなんですよもちろんそれだけでもうん奮い立つものがあると思いますけども実際はビジネスで当てようと思った人にお金を一切払わない人っていうのは応援したことにはなかなかならないんじゃないかなっていうふうに私は思うので、えー、誰かね本当に頑張る人がいたらその商品を私が積極的に買ってあげないとなと思うところです、うん、ただその人がね商品持ってなかったら買いようがないですもんね <laughs> はい皆さんどのようにお感じになったでしょうかお疲れ様です